しんのすけ、クレヨンしんちゃん始まるぞ。え、シロと遊ぶぞ。シロ、行くぞ。シロ、くわえ方がいまいちですな。投げてみなさい。どう？オラの方が犬らしいでしょ？おかえり。ただいまでしょ？って、なんであんたがシロの小屋に入るのよ。あれ？なんで？朝から晩までイライラ、それならマスカットを取りましょう。飛び出せスマイル、集まれミヤモーレ、木の幹のままマスで使っていたラブリーでも泣いてちゃダメダメよ。もう満タイワンモータン、君らしくあれ、人が湧けばえ？あんた誰？しつこいお味を探るぞ。3、2、1、どうぞ。はーい。おかえりなさい。ただいま。じゃがいも小僧。お邪魔しまうま。今日はねねちゃんのママのしつこいお味のハンバーグ食べに来ました。どうしてしんちゃんがついてきたの？ねねんちの晩ご飯ハンバーグよって言ったら、しんちゃんも食べたいって。でもね、ねねちゃん、しんちゃんちだっておばさんがお夕飯用意してるから、それが無駄になっちゃうかもしれないでしょ。いや、どうせ大した夕飯じゃないから、そんなにご遠慮しなくていいです。あんたが遠慮しなさいよ。はい、野原です。あ、ねねちゃんの。え？しんのすけがお宅で夕飯を？すみません、そんなぶしつけなことを。いいえ、うちは別に構わないんですけど。そんないけませんわ。そうよそうよ、さっさと帰るように言いなさい。そうですか、じゃあよろしくお願いします。はい、時間を見計らって迎えに伺いますので、よろしく。しんちゃん、ママが食べてらっしゃいって。本当？わーい、わーい、よかったわね、しんちゃん。子が子なら親も親ね。大好きなハンバーグの時はねねもお手伝いするの。ほうほう、ねねちゃんのために今日は奮発して美味しいお肉買ったけど、こういうことなら普段の安いのでいいわよね。あった、これよ。それは高級国産黒毛和牛のハンバーグ専用ひき肉、g400円。ダメよ、じゃがいも小僧にそんないい肉食べさせちゃ。ねねちゃん、今日はそのお肉じゃなくて。ママ、これでハンバーグ作るんでしょ、楽しみ。そうよ、とびっきり美味しいのを作るわね。ちょっと失礼。さあ、玉ねぎ切るわよ。ママ上手、さすが。ママママ、ねねもやってみたい。はいはい、ゆっくりでいいからね。はい。そうそう、
上手上手。しんちゃんもやってみる？いえ、オラは食べるだけでいいですから、おまかいなく。あら、それを言うならお構いなくでしょう。ちった、働けよじゃがいも。切った玉ねぎは炒めておくのよ。うわ、それがねねちゃん家のお料理の秘密ですな。何が？バターで炒める。え、普通でしょバター使うのは。他に何か入れないの？他にって別に特別なものは。じゃあなんでいつもあんなしつこいお味になるの？知りません。うちのハンバーグは牛と豚のひき肉を混ぜて合いびきにするのよ。じゃあ牛肉と豚肉を混ぜ混ぜします。なんでこんないいお肉をジャガイモ小僧に食べさせなきゃいけないのよ。よし、いつもは牛7豚3だけど今日は豚7牛3にしましょう。あれ、ママいつもは牛肉もっとたくさん入れてるわよ。あ、そうよね、間違えちゃったわ。まあおばさん、しっかりしてよね。パン粉を入れて、卵を入れて、続いて牛乳をたっぷり入れて、しつこいお味にしません。入れてる。続いて調味料、お塩をたくさん入れません。胡椒をいっぱい入れません。入れてる。はい、ねねちゃん、次はどうするんだっけ。はい、さっき炒めた玉ねぎを混ぜてこねるの。正解、よくできました。冷ました玉ねぎを入れてしっかりこねてね。はい、こぼさないようにね。はい。ふむ。何？いや、後で手を洗うの大変だなと思って。手を洗うくらいなんでもないわよ。オランチではポリ袋に入れてこねてるぞ。え？こうすれば手が汚れないのよ。肉の油って手につくと落とすの大変なのよ。いわゆる主婦の知恵ってやつ？まあその家その家でいろいろやり方があるから。ま、洗うのはねねちゃんのママだからオラはどっちでもいいけど。はい。あ、ママ上手、さすが。ねねちゃんも頑張って。はい。じゃあオラも。え、頑張りますか。しんちゃんの分は私が。あ、丸めて丸めて。ちょっと大きすぎない？いやいや、いくらしつこいお味でもこれくらいは食べられます。なぬ、まるで私のハンバーグがしつこくてねねが少ししか食べないみたいじゃないの。うん、もう焼けたわね。おいしそう。フライパンに残った油を使ってソースを作るわよ。おー、ハンバーグといえばソース、しつこいお味の秘密がついに。そんなものありません。フライパンにケチャップとソースを入れてよく混ぜます。おー、それからそれから？それからってこれだけよ。オラにはしつこいお味の秘密は教えてくれないの？だって本当にこれだけなのよ。またまた。本当よ。だってこれじゃうちの母ちゃんと同じだぞ。だからしつこいお味っていうのはしんちゃんの気のせいなのよ。そうよ。どうぞ召し上がれ。いただきます。大丈夫、どう考えてもしつこいお味になるような作り方はしてないわ。胡椒を。うおぉ、これこれ、いつものママの味、おいしい。このお口にいっぱい広がる甘いような、脂っこいような、まったりとしたしつこいお味、最高。どうして、どうしてよ。
親子マラソン大会？しんちゃん、こんな大事なお知らせすぐに見せなきゃダメじゃない。え、カバンの奥にくしゃくしゃになってたから気づかなかったわ。もう母ちゃんたら、ちゃんとカバンの中チェックしないから。悪かったわね、以後気をつけます。幼稚園でマラソン大会か。親子2人1組で1キロ先のゴールを目指して走ります。って今度の土曜かよ。ねえ、あ、あなた出てくれない？あー、すまん、今度の土曜は取引先とゴルフなんだ。仕方ないだろ、仕事なんだから。いやー、とうとう来ちゃいましたか。ん、このアクション仮面シューズ、略してアクシューの出番が。なんだよ、匂いそうに略すな。うほー、おー、軽い、軽いぞ。軽すぎて履いてないみたい。さすがアクシュー。続いて週間予報です。週末は大気の状態が不安定になるでしょう。え、金曜日の夜から雨になり、土曜日は一日降ったりやんだりでしょう。お出かけ、参ったな。降水確率 60% かよ。そうよ、雨よ。ねえ、雨の場合はホールで玉入れって書いてある。ほうほう、たまたま入れか。そっちじゃねえよ。雨なら走らなくて済むわ。でも降水確率 60% じゃ、まだどうなるかわからないだろう。絶対降る。なぜなら私は走りたくないから。はい、あら、桜田さん。野原さん、土曜日のマラソンも準備とか始めてます？え、いえ、特にこれといって。ですよね、別に何もしなくても大丈夫よね。1キロなんて軽いジョギングみたいなもんですもんね。ははあ、お互い気楽にやりましょうね。それじゃあまた。一体何の用だったのかしら。もしかして私の出方を探ってる？そんなまさかね。でもやっぱり少しは練習した方がいいのかな。いやいやいや、土曜は絶対雨降るわよ。練習なんか必要ないわ。けど他のママが練習してるのに私だけやらないってのも。でもどうせ雨が降って中止になるんだからやっても無駄よね。だけど万が一晴れちゃったら。はい、はい、やったー。土曜日は全国的に雨になるところが多いでしょう。やっぱり雨よ。やっぱり雨か。ガーン。週末のお天気は回復傾向にあります。よし、 30% って何なのよ。これじゃマラソン中止にならないじゃない。今からでも練習しといた方がいいんじゃないのか。まだ晴れるって決まったわけじゃないわ。大丈夫、きっと雨が降る。さすが母ちゃん、お便秘と同じぐらい頑固ですな。土曜日は快晴のお出かけ日和になるでしょう。そんな、これはもうマラソン確定だな。ひっ、ははやっぱりゴルフ楽しみにしてるんじゃない、仕事とか言って。はい、いや、そのでもこれで踏ん切りがついただろ。ぶっつけ本番で走るのはどうかと思うぞ。怪我でもしたらどうする。やっぱり練習した方がいいかな。ついに母ちゃんが重いケツを上げる時が来た。はやや、ケツじゃない、腰よ腰。じゃーん、どう、似合う、新しいの買っちゃった。どう、似合う、俺のアクション仮面シューズ、略してアクシュー。何事も形から入らないとね。今日は軽めにしときましょうね。つまり手抜きっていうか、マラソンだから足抜き。違うわよ、いきなり無理すると危ないから。おお、風間くん。お、今しんのすけの声が。あ、猫背になってます。もっと胸を張って。はい、コーチ。歩幅を一定に。はい、コーチ。
呼吸を乱さないように。はいコーチ。まさか幼稚園のマラソンのためにコーチまで。帰るわよ。え、せっかくひまを隣のおばさんに預けてきたのに。んーで、あっさり帰ってきちゃったのか。だって、あんなの見ちゃったらなんだか急に恥ずかしくなっちゃって。それにしてもすごいな、コーチまで雇うなんて気合が違うな。オラも美人のお姉さんコーチに愛の無知で特訓されたい。では次に天気予報です。土曜日の降水確率は 70% となっています。再び雨雲が発達して荒れた天気となるでしょう。昨日までと言ってること違うじゃない。せっかく新しいウェア買って練習したのに。してねえじゃん。ていうかお前、雨降って欲しかったんじゃなかったの。そうよ、雨よ。雨が降って欲しいのよ。フレーフレーアーメフレーフレーアーメ。いよいよ明日ね。来たー、降水確率 90%。 明日は非常に強い雨が降るので大きめの傘を持って出かけましょう。はあ。やったやった。そうだ、玉入れの練習しちゃおっかな。えい、やった。なんで。いや、昨日までの雨雲はどこ行っちゃったんでしょうか。本当ですよね。あれ、日頃の行いがいいからだぞ。母ちゃん、もうバテたの。しんのすけ、お先に。じゃあね、しんちゃん。もう母ちゃん、しっかり。ほら、こうやって走ると楽だぞ。それは赤ちゃん産む時よ。こんなことならもっとちゃんと練習しとけばよかった。あ、ほら、行くぞ。ちょっと待って。データ放送の締め切りはもうすぐ。スカッと当てますか。スカッとカスカベル、スカッとブリブリ、スカッとブリブリスカイ。何色の的に当たるかな。スカッと当たりますか。スカッ。母ちゃん、テレビがないぞ。壊れちゃったから修理に出したのよ。テレビがないとつまんないわね。よし、じゃあオラが作った番組をお届けしちゃうぞ。新チャンネル見れば